湯浅洋一に一番近い島。だからエスパイってもう本当に見どころ満載ですし、あの面白いは面白いじゃないですか。はいはい、面白いです ね、 ね、まあ、ね、だれそんなにだれるようなあの当時にしてもテンポもいいですし、アクションも基本ね、あの超能力合戦のためらいは感じつつも、はい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 、アクション自体はいいじゃないですか、やっぱり。はいはい、ジャックがやってるんですよね、ジャパンアクションクラブ。あだいいんですけど、あのだからその割にあんまり語られないんですよ、ね。あでも本当ちょっと東方特撮映画の中でも埋もれちゃってるなっていう、ね、まあその中に入れていいのかどうかも分かりませんが、いやいや立派な東方特撮映画、ね、だって田中優子、ね、福田純、中野テレビそれ特撮以外の何もんでもないじゃないですかあれゴジラじゃないんだぐらいの感じですよねあのゴジラが出ないゴジラ映画ですよ、まあ、そうですね。だから変身人間の系譜に近いんじゃないかなと思う。ああ、そうかもしれないですね。だ昭和40年代後半に入ってからの変身人間の新しいアプローチみたいな。はいはいはい、まあ、福田さんからすると、あの伝送人間のね次みたいな感じですよね。えらいえらい時間が空いてます。だからそのね中でやっぱりそのユミさんのエロティックですよね。あのなんでかね、あの東方特撮ファンがあまりエスパイを語らないかというのは、あの東方あえて特撮ファンではなくて東方特撮ファンと、私もその一人なんで言わせていただきますけど、あの生真面目さが出てるなと思うんですよ。なるほど。あのなんか特撮にエロを絡めちゃいけないみたいなね、なんかね、元ゴジラ復活委員会の会員、あの会員でもあるんで申し上げますと、なんかね、そんな風潮あるんですか。あるんですよ、確実に。全部が全部ではないと思うんですけど、なんかそこで、あの、聖獣学園とかですね。はい。サオリとかの話をすると、ちょっとね、睨まれるような風潮が当時あって。あ、いけないんだ。まあ、東映だからいけないとかじゃなくて、そういう下的なものを話してはいけないんだみたいな。ここはもう、上半身のね、もういわゆる反戦とか、ね、審査欲とかそういうことで固めていかないといけない世界なんだみたいな、安保話をしないといけないんだみたいな風潮が東方特撮さんにあるんですよ。なるほど。ちょっとなんかけ、まあ、まあ健全っていう言い方が正しいのかどうかは分かりませんが、そんな感じがいたしますね。そうです。だからね、なんかね、エスパイのユミさんの話をしづらい風潮があって、特にそのテレビ東京でテレビ12ちゃんで初放送した後はもうね、語り合いたくて、だから逆に特撮ファンではない学校の友達とは語り合ったんですよ、もう。ああ、なるほど。いや、もう最高だよっていうのはですね、あの、黒人にね、あの、ウィリー・ドーシーさんですけど、黒人にこうしたいよ、はだけてと胸がプルンってなる、あの、プルンが最高だよねって。もういいか略ですよ、あとはもう。どっちが何回お世話になって、はい、あのシーンでテレビじゃオンエアされてたんですか？されてました。ああ、やっぱりすごい時代だな、やっぱり。最高ですよ。だってまだ10時は過ぎたのかな。まあでも考えてみたら明智小五郎の時代ですから。まあそうですよね。はい、美女シリーズの時代ですからね。9時10時に来てましたから。だからもうその後はですね、友達ともう何回あそこでお世話になったか合戦ですよ。ああ、そうなっちゃうとね、特撮ファンはあんまり乗ってこないかもしれないですよね。まあ確かにね、復活委員会とかその東特撮を語ろうっていうね、あのさ、それこそ沢村一雄さんで語ろうって言った時にその話題を出したらもうね、ぶち壊しなので、はいはいはい、まあ正しいといえば正しいんですけど、何も それこそ学校でできるような話題をここにまで来てするなみたいな、うん、
ね、ここはもうみんな東宝特撮は富岡祖慶さんのことからね、岸田九一郎さんのことからちゃんとそういう言語専門用語を通じる仲間同士なのに、そんな誰でも通じるような話をするなみたいな、ね、まあ今誰でも通じるわけじゃないですけどね、エスパイ自身もね、もう完全に埋もれちゃってるんで。まあだからそういう風潮もあって、その語れる機会を逸してきたのかなっていうのはあるんですけど。なるほど、なるほど。まあで、時代が来てもあんまりね、エロい映画のことを言ってもしょうがないよね、みたいな感じにもなって。まあ DVD もね、出てるんですけどね。うん、もっともっと評価されて叱るべきだと思うんですけど。ただあの当時にしてもあのシーンはやっぱり東宝ですごかったですよね。そうですね、東宝じゃ珍しいですよね、あそこまでやっちゃうのは。ていうかなんかそのね、ノストラダムスとかもそうなんですけど、なんかそのユミさんに恨みでもあるのかぐらいの勢いで、なんか東宝総がかりで脱がそうとしてるな的な勢いを感じたんで。しかもこのジャンルで必要ありますそれみたいな。はい、うん、まあ原作がですからしょうがないですからね。もう無意味なエロのオンパレードじゃないですかもうね。まあそういう意味ではあのエスパイのあのシーンはそれなりの意味はね、まあ藤岡さん演じる田村が、はいはいはい、あの嫉妬心に駆られてっていうね、で超能力を引き出させようとするみたいなシーンだったんで、はいはい、だからそういう意味合いはあるんですけど、それにしてもですよね、まあ、別の方法は当然あるので選択間違ってるよったらなって下着に着替えさせたのかとかですねまあこの下着誰が選んだ、和歌山さんみたいな感じなんでまあそうですね、あのね、惑星大戦争であの捕まった浅野ゆう子さんのあのコスチュームみたいなもんですよね。これ誰が選んだのこの服みたいな、ね、あれ囚人服ですからね囚人ですからね、囚人に見えないよっていうね、囚人じゃないですねあれね、まあ、あれと全く同じですよ ね、 もうね、同じですよあれ多分ね、宇宙バーかね、宇宙キャバクラに売り飛ばすつもりだったんですよ。ああ多分ねそういう衣装ですあれはそこでやっぱりでもね、ツッコミどころがまた生まれてくるんですけど、あの要はその藤岡さんがね、田村が囚われて、そのマリアが、ユミさんがあのエロいことをされて、でも怒りに明かせ、まあ超能力を使うと電気が流れる、電気室ってあのよくわかんないあの拷問道具いいなって思うんですけど、俺じゃあ普通の人だと椅子なのって意味がないですよねあれね、一般人だったらあこれいただきますって言って普通に使える椅子なのかって話になるじゃないですかどんな拷問道具だよって思うんですけど、まあ天才的なわけですよね、まあ、超能力者限定拷問道具、ええ、でそれにわざわざ詰まらして、でその嫉妬心に駆られたね、あの田村藤岡さんが超能力を使ってうわーってなるっていうシーンなんですけど、あのスチールはそれですよね。だから分かるはずがないんです、それを見て分かる方がおかしいんですどんなんだこの写真はって、もうあんなシュールな写真ないですよ、ね、いやいやないですよ、だからくくられてるのは藤岡さんですからね。そう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 、仮面ライダー1号ね、うん、まあ、写真であの時あ本郷猛だなんて思ったことはなかったですけどあそこでちょっと素晴らしいのが、そのじゃあ嫉妬心に駆られた超能力者エスパイ、エスパー田村が、藤岡さんが何をしたかっていうと、そのウィリー・ロイティさん演じる黒人があの散々ね、あのユミさんの柔らかいものを揉みしめ、はいはい、後に順番が逆なんですけど、まあ古い言葉で A をしようとするわけですよ。はいはい、はい、A をしようとしたところに超能力を使って舌を噛み切るじゃない、舌を焼き切る。はいはいはい、うわーって血を振る
一回渾身の超能力を使うんだったらテレポートで逃げるとかなんか違う方法ないのって思ったんですね。それそのために使い果たしましたって感じだったんで、例えばメリアをテレポートで逃すとかね、その格好ではあるんですけど、はいはい、まあ、一旦外に出しておけば誰かが草刈さんなりなんなりなんとかしてくれるじゃないですか。ですよね、仲間いますからね。捕まってますから舌が焼き切ったところで何の解決にもならないでしょっていうのは。でもまあよっぽどあのこいつにええさせるかっていう、だまだしたいのにみたいな、あれは主婦ですよ、主婦、うん、完全にそうですよね。完全に主婦です。ああいう超能力の使わせ方っていうのはもう人間ドラマだなって思いますよね。なるほど、優れた人間ドラマですよ。で、案の定ね、あの強烈な電流が走って気づく何やってたの何も事態が解決しなかったっていうですね、非常に素敵な名シーンですけど。すごいのですよね。でもあれですよね、あのエスパイの撮影ってね、上田昌司さんがやられてて、黒沢組の重鎮が、すごいな、まあさすが東宝ってことはあるんですけど。そうですね。いや、だって特撮カメラマンもね、円谷組の当然ですけど、はいはい、三岡宗慶さんですから、すごいんですよね。超豪華スタッフと超豪華キャスト。そうそうそう、すごいですよ。で、福田さんに聞くと、相変わらず低予算で困った困ったっておっしゃる、おっしゃってたんですけど、ご生前。はいはい。まあ、毎回あの時代の東宝さんに限らずですけど、のね、映画の話をしてしまうと、決して低予算ではないという。まあそうですよね。その通りでございます。だから逆に言うと、そのね、いかに黄金期と東宝特撮映画、東宝映画が、お金をかけてたかっていうことですよね。まあ、潤沢にあったかってことですよね。だってもうその伝送人間見ても分かりますもんね。はいはいはい、もうセットから何からすごいですもん、ね、どれだけかかってんだっていう、ね、そうなんですよね。すごいスタッフだな。あの僕あの主題歌の愛こそ全てが大好きなんですけどね。尾崎清彦、うん、尾崎さんなんですよね、主題歌が。そうなんです。どれをとってもすごいんですけどね。すごいんですよ、このね、愛こそ全てが隠れた名曲、はいはい、もうちょっとカラオケ行ったら絶対歌っちゃうんですけど、まあ、映画のテーマを歌ってますからね。そうですよ、愛こそ全てだからこそ、あのね、大事な超能力を舌を焼き切ることに使い果たしてしまったっていう。まあそこに集約されてますね。いいんだって、地球の平和なんかいいんだって、とにかくあの弓かおるとウィリー同士に来ないっていう愛だなって、違うだろうって言ってたいやー、ほんといい曲です。ぜひぜひなんか聴いてほしいな。いやでも本当これもっと再評価されるべき曲ですけどね、これ。ね、いよいよ名曲ですよ。名曲ですよ。だって音楽がまた途方もない方がお二人なんで。はいはい。平尾正明と。ですよね。継承略ですか、誰から、はい。平尾正明さんとですね、あ、と言いながらさんと言いましたけど、京健介。京健介。イラスト、解決ズバッとの、はい。夢のタイプですよ。出ました。とんでもないですよね。とんでもないですよ。とんでもないですよ。そうそう、ズバッとやってましたね。レッドビッキーズとかね、やってましたね。そうです、そうです。京健介さんと。夢の組み合わせです。その二人を呼んできて、で、脚本は小川栄さん。すごい。すごい。大作家ですよ。まあ、俺たちは天使だって隠れた名作もありますけど。いや、隠れてないんじゃないですかね、俺たちは。そうですね。十分か、あの表に出てる。この小川栄さんで、もう、あの、
どこを撮ってもあの一流スタッフの、 あの、ね、金太郎飴みたいな作品ですよね。すごいですね。だからその割には本当に評価が低いっていうか、やっぱり語られ、まあ、語られてはいるんでしょうけど、なんとなくね、他の作品に比べるとやっぱり頻度が低い気がしてならないよね。そうですね。まあちょっと地味な印象を受けがちな作品ではありますので、はい、非常にもったいないですけど、ね、もったいないですね。もったいないですね。あの東方特撮 の、 あのデアゴスティーニでずっと出てたじゃないですか、あのゴジラから始まってわーって、あの中にもエスパイがあって、あれの時僕買ったんですけど、あ、これでちょっとは再評価されるのかなみたいな、はいはい、意外とされなかったっていうね。そうですね、憤懣やる方ないんですけど。そうなんですよ、なのでもう いつかこう語り、まあ私ごときがね語ったところでどうにかなる問題でもないのかもしれませんけど、まあちょっとね人たちでも参ればと。そうですよ、だって加山雄三さんも出てますからね。超豪華キャストです。もうすごいですよ。だから、ね、まあ、あの和歌山さんがね、あの敵のボスってんだったらこう味方のボスが加山雄三っていう。すごいですね。すごいです。どうすりゃいいの、東映 VS 東方みたいな。そう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 、そんな感じが。で、草田正夫、藤岡弘、さんもうすごいですね。で、由美香織でしょ。もうね、ギャラがいくらあっても足りません今。ものすごいキャストですね。とんでもない。まあ個人的にはですね、先ほど申し上げたその黒人アブドラという、アブドラっていう名前もどうかと思うんですけど、アブドラの役のウィリー・ドーシーさん推しなんですよね。はいはい。あのウィリー・ドーシーさんといえば、あの、まあ、一般かどうかわかりませんけど、あの、パッと出てくるのがデンジマンのオープニング。ほう。のデンジレッドの空手を受けて。ああ、はい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 。あの方そうですか、はい、あの方そうですか、ビリー・ドーシー。 あとはあのレインボーマンであのマカオに行った時に殺人プロレスを主人公山田武史、レインボーマンが死ね死ね団の陰謀にかかってやらされるんですけど、その時に戦う相手がウィリー・ドーシーさん。あー、でこの時もあの山田武史にやられて、あの死ね死ね団に処刑されて骨になっちゃうんですけどね。すごいな。どうしさん、お仕事ぶり素晴らしいと思ってる。そしてこのエスパイでは舌を焼き切られ、役得なんだから、どうしてんだかわからないというですね。散々ですね。散々です。今もご存命でいらっしゃるんですか？と思うんですけどね。なのかな。まあ他にもいろいろ、でもやっぱりほらあのね、キャラが立ってらっしゃるので、はいはいはい、やっぱり特撮もの系、アクションもの系で圧倒的にお見かけしますよね。あんまりほら、あのね、石井福子さんとか橋田壽賀子さんの作品ではお見かけしない。まあ、まず外国人があんまり出ませんのでね、そのお二人の作品には。なるほどね。ああ、でも結構、フィリー同士、ちょっと今、ネットで調べましたけど、あれ、なんか90年ってなってるの？ 90 年没なの？え、ただあの、これでお亡くなりになりましたなんてことは書いてないんですけどね、よく聞いて。あ、ノストラダムスの大予言とかにも出られてるんですね。あ、そうです、そうです。いや、だからもう、あの、日本の作品で黒人の方といえばもう、イコールウィリー・ドーシーさんに近い時代がありましたよ。なるほど、なるほど。東京は炎上も出られてるみたいですけど、うん、
だからもう東映東宝もうまたいでいろんなものに。うん、すごいですね。なんかちょっと存命なのかちょっとわからないですけど、まあでも顔見たらなんかなんとなく映画ファンだったらわかる顔ではありますよね。そうですそうです。ああなんかどっかで見たことあるなって、もう映画ドラマファンは、日本の映画ドラマファンにとってはもう必需品に、必需品と言ってしまうと失礼ですけど、必須の方なので。まあ、大体あの日本映画に出てくる外国の方って昔は結構割と同じだったじゃないですか。東方、同じ東方でいうとあの地球防衛軍とか、はいはいはい、出てあの東京裁判で弁護士やってた方、はいはいはい、いらっしゃったじゃないですか。まあ大概同じですね。大半同じですよね。あの方とかね、なんかいや役者やんの弁護士がみたいな、うん、ありますけど、毎回もういろんな役を、まあ、東方、特に東方ねの俳優さんはもう本当にどこまで役の幅が広いんだって感じですけど。そうです。なんか、うん、そうだからウィリー・ドーシーさんを見る映画でもあるんですよね。なるほど。個人的にですけど、まあ個人的じゃ多分特撮ファンの大半はそうかもしれませんけど。ですね。もうちょっと評価をしてほしいなと。ちなみにそのエスパイの当時録画のベータのテープはまだ残ってるんですけど、デッキはあるんですか？デッキはないので、あ、見れない、ね、これました最後のベータデッキが見れないんですけど、もうね、あの録画して5年経たなかったかな、うん、3、4年目にはあのさっき申し上げたシーンはもうノイズだらけで再生できない。出た出た。もうそれがね VHS の一番やばい、ベータとかビデオテープのやばいところですよね。お前ここを何回見たんだっていう人に貸せない。あの独特のノイズがジャーって、もうねまともにね、あもう使えねえやと思ってですね。あもうそこもうあのなんかそれにも使えない感じで。いやもう無理ですよ。あ無理ですか。そうし、だって操作線ではないんですけど、というか白い線を見てるようなもんですよ。それでチャンスみたいなね、シュールな。もうそんな、もう、ああ、終わった、ガーッ、終わった、ガーッって巻き戻してたんですよ。いや、多分ね、スローがやりすぎたんだけど。ああ、スローか。それやると、ノイズが一気に加速しますね、なんか。相当痛めたんですよ。ああ、なるほどね。親父が、父が亡くなったおかげで、公の場で語れることなんですけど、まだ存命だったら控えてると思うんですけど。一時停止とかね、やっちゃいますよね。いや、もう散々やりましたね。ね。ひどいもんですよ。あと、ちょっと危なかったのが、あ、それと、もう、ほぼ同じ状態になったのが、あの、原田美枝子さんの地獄ですよ。あははは、そっちはそっちでいずれ語りたいですけどね。あれも、もう、かのね、あの、川ファック。ファックって言っちゃっていいですかね。川でいたすシーンが川でいたすいたすがもう同様になりました。もうあの地獄もやばかったですね。あれもテレビで僕見ましたけど。テレビ東京さんです。さすがですね。さすがです。魂の曲ですよ。さすがです。さすがです。山崎ハコさんね。もう見たい映画は大概テレビ東京さんです。あの夜叉ヶ池も確かにテレビ東京さん。夜叉ヶ池もテレビ東京でしたか。ええ、もう釘付けでした。で、昼間って言えばガーゴイルやったりね、殺人ブルドーザーやったり、もう大変です。殺人、この辺は見れてないんですよね、田舎育ちなので。あ、それはちょっとだけ損ですね。まあ後に殺人ブルドーザーとか見てますけど、ええ、やっぱり平日の昼にね、あれを見る醍醐味っていうのはすごいですよ。ですよね。いや、平日の昼はまずそういうのは見れないですよ。東京とか大阪とかだけじゃないですか、ね、平日の昼に殺人ブルドーザーを見る快感、
何を見ちゃったんだろうみたいな。寂しい。確実に。あ、そういえばちょっとここはカットどころだと思う。田中さんに、なんか、急に、わけのわかんない話されると、みたいなこと。ことをちょっと言われたんですけど。だ例えばこれ殺人ブルドーザーってなんやねんってことなんじゃないのかなと思ったんですけどね。まあ調べてよって話ですよね。それは誰に向けて言ってるんですか。わかんない。田中君じゃないか。黒谷さんに。っていうちょっとなんか、うん、なんですよ。要望ですか。ああ、わかりました。この、シネマ野郎のチャンネルサイドからの。了解です。じゃあちょっと配慮しつつ、進めてまいります、ね。はい。っていうのがカットされなかったら面白いですけどね。アップされてるよっていう。あ、やりかねないから怖いな、これ。伊藤さんだとね。あ、お手数おかけしますってメッセージが来ました。使われそうだな、これ。伊藤さんが喜びそうな展開になる。まあ、ということですよね。12チャンネルさんでね、いろんな素晴らしい映画をやっていたと。エスパイもその一つというものですよね。だから初放送、テレビ東京さんの初放送映画はやっぱり珠玉ですよね。これも珠玉の輝きを持つ作品が。素晴らしいですね。ね、ちょっと、まあ、まだまだ語ろうと思いますけど、語ってしまうとどんどんね、ますます田中さんの苦悩が広がっていくと思うんで、じゃあこの辺でエスパイ、ね、エスパイに関してはこれぐらいという、まあ皆さん一回見てよって話ですよ ね、 うね、もうとにかく見ていただきたいです。福田純監督の大傑作です。あ、福田監督もご生前この作品に関しては全然すごくお気に入りだとおっしゃっていただいた。あ、そうなんですか。へえ。予算がないのは苦労したよとおっしゃってたんですけど、エスパイに関しては割と自信を持たれてる印象でした。まあ、そうかもしれませんけど。なので、ぜひぜひご覧いただければと思います。